こんにちは。明日の夜にバンコクから帰ります。今日は帰る日の前の夜になっております。でバンコクには日本の資本もいろいろ入っておりまして、全部が全部日本ってわけでもないと思うんですが、見たような日本で見たようなお店もたくさんあります。私もヨーロッパを旅行してね、見慣れないようなお店ばっかりで、アメリカでもそうですから、たくさん困ったものですけれど、バンコクになりますとやっぱりアジアの、ね、中の大仲間というところと、やっぱなんだかんだアジアで一番発展してるのはうちの国だと思いますので、うちの進んだ文化が入ってくるって言ったらちょっとおこがましい言い方になるかな。なんかそれはあれですかね、アジアの名手みたいな、ちょっと一昔前の言葉になってしまうかもしれないんで、そういう意図はないんですけど、まあでもともかくね、日本のものもいろいろ人気で、さっき電車にポカリスエットって言ってね、ポカリスエットって言ってみてそれは分かるが、ポカリスエット のラッピング広告みたいなのしてあって、ジャパンブランドとか書いてありましたよ。でここなんですけど、薬局なんですけど、なんかねこうやっぱ文字を見ると分かるんですね。このアルファベットの綴りはこれ日本語なんじゃないかなと思って見ると、スルハドラッグって書いてあるんですね。そういうものがね、いっぱいタイにはたくさんありますので、それをいろいろとご紹介できたらなと思います。ちょっとツルハドラッグ行ってみますか。ちょっとすいません、ツルハドラッグに今から行こうと思ってていいですか。はい、この方はですね、タイで留学生の方なんですけど、日本の方ですが、本部にダックでお世話になっております。いやありがとうございます。あんなに知らずもういなかったら何もできなかった。じゃあツルハドなんか必要なものあります、なんかちょっと買ってみたいな。買ってきました。ビニール袋はこんな感じなんですけど、驚いたことにですね、ポイントカードは持ってるかって聞かれまして、日本のポイントカード使えるみたいですね。で中でどんなもの売ってるか、まずレシートですけど、こんな感じ、まあそれはもちろんタイ語で書いてありましたが、ツルハタイランドとこんな風にレシートで書いてありましたけど、これなんですか、バンテリンサポーターとかなんかそういうの買ったんですけど、これすごいなんか疲れない靴下みたいなやつですよね。日本でもあります、うっ血しないような構造のやつですけど、なんかちょっと面白いんでこれを買ってみたんですが、900バーツ、日本円にして2700円、タイで、私がした買い物の中で多分最も高いどころか、今日泊まってるホテルの一泊分よりも高いと思います。あとはこれこれ買ったんですけど、これも全く日本で売ってるのと同じものに裏側にこうタイ語での説明を貼り付けて、こういう類の商品が非常に多く、日本で売ってるようなものばっかりです。熱玉シートとか、それからティッシュペーパーとか、もう何でもかんでも日本で売ってるものは大体あるというか、日本のドラッグストアと別に変わらないなと思いましたね。他に例えば前方を見ると、ここでかき氷屋みたいなものがあります。まあ年中かき氷の食べ時だと思いますけど、こんな感じ、氷と書いてあります。これがタイ人に分かるのかどうか分かりませんが、完全に日本人向けの特製氷と書いてあって、全くさっきのツルハードラッグのような配慮は見られません。これでも分かるんですね。すごい大規模なところですけど、右側のところ、おお、聞かれるぞ。これは中国語ですけど、フェニックスクラブ、アゲハとかなんとかいろいろ、日系美容室、ネイルアウト、これは牛角ですよ。石本、両替や日本円の両替できます。いろいろ書いてあります。日本人向けなんですね。野菜って素晴らしいんだそうです。タイティーアイス、チャオクワイ入り、戦争ゼリー、うんぬん。おにぎり、こんなもう完全にひらがなしか書いてありません。タイ人向けに商売をする気がないってことなのかな。このお店の人は確実に日本語をよく喋るはずです。炭火、うなびきのかば焼きが、210円ってことでしたが、タイのうなぎって日本のうなぎと違うんですか。なんか70バーツだったんですけど、200円ちょっとじゃないですか。それでうなぎのかば焼きっておかしくないですか。そんなもんなんですか。比べれば安いですね。やっぱ種類が違うんですかね。たくさん作ってんじゃないですか。あー、やっぱそれか。なんかエビも養殖してるんですよね。牛角で食事することにしました。これね、日本でもあるわけですけど、別にだから勝手は同じ。カニや本店とか、こういうふうに普通に日本語が書いてあります。看板も日本語です。日本で売ってるメニューと大体同じだと思います。タイにはまだ焼肉という言葉は入ってきていないようでして、ジャパニーズバーベキューというふうに書いてありますが、何がどう違うのかはよく分かりません。というか、同じですよね、この辺もね。開けるとね、こうなんですよね。ちなみに、1バーツ、3.2 円ぐらいですかね、計算はね。まあ3円ちょっとなんで、まあ3倍ちょっとっていう値段ですから、値段はですね、タイは物価が安いんですけれど、全然、これは日本円と値段的には変わりません。じゃあ、なんかこう、細かく分けられるようなやつにして、でメニュー何にしようかなといろいろ見ててですね、まあ普通にカタカナで書いたんですけど、鹿児島県産なんとかとかね、日本の和牛がありますんで、あ、これいいなと思ったら、ですね、さっき和牛ローストを頼んだんですけど、これ大体2,200〜2,300円ぐらいするんですね。普通に高級なんですよね。タイでは1食60円ぐらいあればまあ食べられますよね。大学の学食なんでですよね。30バーツということは、学食30バーツのところ
多分1ヶ月分の学食を値段を優に上回る6枚の肉ってことですね、5枚かということなんですね。ところがね、あのそれだけじゃなくて、あの安いのもありまして、これランチメニューだったんですけど、お昼の時間はね、まあまあ安くなる、まあまあというか結構安くなりますね。だってこれで熟成ハラミセット240バーツなのに、さっきのやつがね、牛肉の焼肉一皿で、まあ日本から持ってきてるからですけど680、これかなり、タイからしてこんな高級な食べ物ってそう簡単にはないないですよ、ね、うん、ちょっとすごいな、なんか日本の牛角とちょっと格が違う感じしますね、タイの中では。高級ですね。そうですよね。これもこんな感じで日本語で書かれていて、タイ人には読むことはどうもできなさそうです。だからつまり日本人を意識してやってるってことですよね、多分。そうですね、ですよね、元気ですよね、うんうん。店員さんも日本語をお話になります。話せる方と話せない方といらっしゃるようですが、ある程度理解はしてくれます。飲み物はこちらはアップルジュース。あ、どうぞどうぞお飲みになってください。こちらね、スプライトです。これでスプライトって書いてあるんですけど、なんか昨日詳しい方がなんかおっしゃってましたよね。あのね、スプライという風に発音するのがタイユらしいです。あ、じゃあどうぞお飲みになって。じゃあせっかくなんで乾杯しましょうか。はい、乾杯。いやー、お世話になる、ありがとうございます。あ、なんか飲んだことあるような感じのパイナップルジュースだな。あの、なんだっけ、日本でよく売ってるあのミニッツメイト。ミニッツメイトじゃなくて、なんかもう一個あるじゃないですか、あの有名なあのブランドの飲み物のやつ、駅とか JR の駅でよく売ってるやつ。なんだっけ、あのオレンジとサンキストでもなく、トロピカーナ。トロピカーナ、ああ、に似てますね。受けるということで、ネギ塩牛タンと、それからあの鹿児島なんとか和牛なんとかですけど、それ言っちゃっていいですか。普通に、まあ、普通のただ牛角を訪れたレポートみたいな感じ。なんかちょっと凍って凍ってんのかな、これ。どうなんだろう。まあ、焼いてみれば、まあまあ凍ってるわけじゃなさそう。でもまあ、冷凍して持ってくんでしょうからね、そりゃそうだけど。いいですか、もちろん。もちろんもちろん、食べましょう食べましょう。牛タンも焼きますか。じゃあ2枚ずつ焼きましょう。半分ずつ。そうですね。これでいいですね。よし。じゃあこれで、もう日本の焼肉ってあんま行かないんですけど、大体でも牛角ってこんな感じですよね。うん。何も変わらない。美味しい。うん、美味しい。変わらないですね、これね。美味しい。うん。すごい美味しい。美味しいけど、焼かないと次が手に入らないですね。どんどん焼こう。食べたらいい。でもあれですね、なんかやっぱりその日本の DNA じゃないけど、なんか日本風な感じがしません？します。食べてて、タイに長くおられると懐かしいとか感じないですか？長いってわけでもないですけど、食事っていうか、まあ、日本のレストランたくさんあるんで。あ、たまに行かれるんですか、やっぱり。あ、そうですか。一番あの、こうなんていうか、日本の感覚が戻ってくるのが味噌汁ですね。うん、味噌汁ね。汁物ってやっぱ大事で、うん、ご飯よりもなんか味噌汁飲んだ時に、うん、なんかホッとしますね。ホッとしちゃう。もうこれでね、会計しちゃいますけど、結局ね、あの2皿しか食べてないんですよ。あのタイはこういう食べ方も、まあ、この店がどうか知らないけど、割と普通なんですよね。そうですね、食べる量みんな少なくて、でも回数が多いよね。うん、あのなんかタイって朝ごはんとか昼ごはんという感覚ないらしいんですよね。ただそのまんま、あのこうとりあえずなんか食うかみたいなのをパクパクっと食べて、なんか常にちょっとずつ食べるみたいなやつらしいので、タイ式に牛角をあのダイナミックに体験することにします。2皿だけ頼んで飲み物で体験するのはちょっとやばいんじゃないかと思いますけど、レジは合うんですね。あ、同じ方式なんだ。ちょっと食べただけですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。これね、あのこれ電話番号書いてあるんですけど、日本語直通って書いてあって、日本語で電話が出てくるらしい。ただね、ビビったのが、あの1100何十バーツとかするんですけど、これね、3500円ぐらいするんですよ。あの、牛肉2皿と飲み物で3500円かなと思う。このタイで食べ物が何でもかんでも安くて、金がほとんどかからないようなタイで3500円もすんのか、びっくりしましたけど、いいです、それはいいです。つまりそれだけ日本のものがね、高級になってることですよね。あの、それはもちろん為替レート、物価の違いがそのまま反映されてるってこともあるけれど、まあ、あの高級料理としてもあのお店を営業してもらえるだけ嬉しいなとは思います。お店もかなり綺麗で雰囲気がいいですね。ここに大阪王将っていうのがあります。餃子の王将とは関係はないのか、これない、餃子の王将と関係ないですよね、これ。違うんですよね。なんか、だって あんなのないですもんね。だいたい大阪王将って聞いたことないですけど、それからこれは本物のすき家ですね、多分。これ本物、え、なんかマーク違くないですか、これ。え、あれでしたっけ、ちょっと待ってください。日本のすき家これなんですけど、あの、なんか違うんですよね、ちょっとだけで。そう。え、これ多分パチモノなんですよ。だってこれだって上演じゃないですか。
叙々苑だと思ったら叙苑だし、向こうなんか牛の屋、ね、微妙に日本と似ているようで違う、日本の店に似せたようなパチモノ肉屋さんがたくさん並んでます。これパチモノだと思うんだよな、この王将でしょ、こんな王将ないし、スキヤもね、あのさっきのスキヤのやつが本物か偽物か分かんないんですけど、スキヤはあのバンコクにも出店はしてるらしいです。それからここにあるね、これなんですけど、ファミリーマートみたいななんかやつがあるんですが、ファミリーマートではありません。それからこの牛の屋なんですけど、あの明らかにどう見てもこんな吉野家だよなと思ったらば、あのまあやっぱり吉野家と関係はないんですが、昔はもっとより吉野家にそっくりというか、あの吉野家って白いラインが看板に入ってますけどね、あのあれとあのほぼ同じような看板のデザインで昔はやってたらしいんですけど、さすがにヤバかったのか分かりませんが取り替えられたんだそうです。なんだこれはという感じで、あのいや面白いですね、ありがとうございます、こんな連れてきてもらって。そうですね、牛丼にしますか。じゃあなんか丼まで似てるな。値段は日本より高いですね、むしろ。匂いは吉野家と同じですよ、日本の吉野家の匂いがします。玉ねぎの切り方が、そうですね、玉ねぎが大きいな、あと肉も大きいけど、なんか日本のより豪華じゃないですかこれ、もっともっと、うん、あとご飯がタイ米じゃないですね、あちゃんと日本のお米作ってるんだ。へえ、なんか違いが分かんないなこれ。でもいや分かるけど、箸もなんかこれ同じじゃないですか、こんな感じだったんですけど、まあ違うかもしれないけど、この吉野家は水でしたね、こっちの方が豪華だ。紅生姜もあるしな。肉の一枚一枚、これは悪い意味で言ってるんじゃなくて、もう食感が違うという意味で言ってるんですけど、肉が薄いです。それから多分梅雨だくなんじゃないかなと思うんですけど、もしくは炊き方、お好みが違うのか分かりませんが、そんな感じの雰囲気ですよ。視聴者プレゼントです。どうしようかな1枚だけもらって帰る。いや美味しかったですけどね、なんでこんな普通に日本と同じようなものが簡単に手に入るんだって感じなんですが、次なん食べたいものあります？そうですね、今肉肉って言ってますから。あ、じゃあ肉じゃないものにしましょう、また探してみましょう、簡単に見つかりそうだ。普通になんか事務所が言ってるのか分かりませんけど、黒猫のヤマトのやつですよね、ヤマト運輸のなんかアプスが入っていて、ここにもまあこんな感じで、より遠くを犬系、これ何なのか分かんないんですけど、ゴルフか、びっくりした。何、ゴルフクラブの宣伝なんて日本語でするんですね、それは驚いたよ。築地市場が世界のブランドになってるんだなということを実感します。板前さんがね、タイの方ですけど、ちゃんとネクタイ締めてワイシャツで、それで手際よく日本人と全く見分けがつかないような形で、はい、すいません。これ言わなかったら多分わさび入りますよね。わさび入れてもらえる。そうですね、マイわさびとか言えば出てくるかな。季節の旬の食材を使っております。季節ごとに変わるので旬の味を事前のご予約、やっぱそういうのあるんですね。ボタンエビとか書いてありますけど、どうしますか。じゃあなんか上と特上で値段が倍違うみたいなんですけど、じゃあ特上の握り寿司と特上のちらし寿司にしませんか。そうですね、それで分けて食べましょう。写真も撮っていいらしいんで撮らせていただいてますが、こんな感じで手際よくタイ人の方がやってらっしゃいます。いやすごいな。特上寿司は1人前でおよそ3000円ちょっとと、まあ、やっぱり安くはありません。というかタイの中では信じられないほど高額なわけですよね。3000バーツもするほど高額だ。3000円か、ごめんなさい、1000バーツぐらい。普通の食事は、学食は安いってことでしたけど、まあ150バーツぐらいでしたよね、大体。そうですよね、今日お昼食べたの。そうですね、じゃあ通常の、6倍ぐらいするとかですね、一緒か相当高級な店に来ちゃってるみたいですけど、まあ日本の寿司屋と同じような値段です。あれですね、銀座の寿司食べてるのと一緒ですか。そう、なんか銀座の、あ、そうですね、日本の感覚だとまさかこんな高級な雰囲気のところだとはね、ちょっとお見せしますかみたいな感じで、そうノリで入ってきたけど結構ここ高級料理屋街なんでしょうね、きっと。本当に銀座なんだろうな。飲み物はライムジュースも注文しましたけど、割とライムジュースが入ってるみたいな。本当だ、ソルティーライチみたいな。この味がハイテイストで、味がめちゃくちゃ濃いですね。これ待った方がいいな。びっくりした。あのアクエリアスの粉をなんかすごいあの濃くして作ったみたいな。でも飲んじゃうけど、タイでは役に立つそうな飲み物ですね。普通に美味しそうじゃないですかこれ。すごい美味しそうですね。これとか多分タイのエビなんでしょうね。あ、そうですね。いや分かんないけど違うんですかね。
え、なんかまあこれ、わかんないけど、でも表面乾いてるって感じでもないですもん。ごめんなさい、なんか失礼なこと言ってるようだけど普通に良さそうなやつかな。うん、え、これわさび本物じゃないですか。あの、練りわさびじゃなくて、なんか、すったやつが繊維が残ってますね。ねえ、へえ。あとなんかこの紅生姜ってタイ産が多いんですよね、確か日本でやってるやつが。ああ、同じ味がする。同じ味ですね。これは、なんて言うんでしたっけ、これあの、南蛮か。南蛮か。うまいや。この映像だけ見たら普通になんかこの02って多分市外局番にあんのか分かんないですけど、でも普通にこれもうあれですもんね、なんか日本の食事と変わってないですもんね。まあ、ここまで映してもまだ日本だしな。そうですよね。ここ映してたらあれですけど、そう、まあまあそれぐらいですよね、映したらバレるの。へえ、こんなにやっぱアジアってこういう日本に近いんですね、日本文化が多いんだ。よし、いただきます。うん、なんか随分厚切りで美味しいですね。美味しい。よく出てる。日本と違いが分かんない。すっごい美味しい。うん、バンコクはもう日本、東京と変わらないよっていうふうに前タイの駐在員の方がおっしゃってましたけど、企業のね駐在員の方からお話を伺ったことがあったんですが、確かにそんな気はします。まあ、わしは随分違うと思うけどね。でも日本に似てるようなものはいっぱいありましたよ。なんか私はずっと住み続けたいとかそういうふうには思わないけど、この雰囲気にハマって日本から移住したという方も結構今回のタイ訪問の時にお会いしましたし、その理由はよく理解できます。こんな感じでタイの今晩いろいろと日本的なものをたくさんそれを、まあ、知るようなきっかけを得ましたけれど、もともと多分やっぱり日本がアジアの、まあ、中心とは言いませんけれど、アジアの中で一番進んだ国でありますから、その進んだ国の文化それを手に取り入れてくるというのは、まあ、それはある種当たり前のことであるようにも思います。その中でね、一番、まあ、いい国というふうに単純的に言えるとは思いませんけれど、まあ、ただあの一番発展している国に生まれることができたのはこれは幸運だと思いますが、でもタイの人たちもみんなすごい楽しそうに暮らしているように私には見えましたよ。ここにあるこれはね、ODA、政府開発援助によって作られたタイの、なんですか、まあ、ジャパンタイブリッジと書いてありますけれど、これバンコクの橋、まあ、こういったものいっぱいあります。日本がね、あのお金を出してあげてこれでタイが潤いました。そしてタイに日本のものがいろいろ入っていって、そして日本の文化が浸透していき日本のものが売れる。これってね、なるほど ODA ってのはこういうことなんだなってよくわかりましたよ。中学生の時に ODA っていうのを勉強した時はね、なんでこんなあの全然知らない国のために金なんか出してやって自分の国に使えよなと思うんですけど、違うんですね。ちゃんとお金をそこに支払って、そしてタイの人も助かるし、日本もまた多分それなりにいい思いというのか分かりませんが、その分の見返りもおそらく見えないところで、はっきりと形には現れていない感じで、しかし計算してみるとそれなりに得ているんだろうなとも思いました。じゃあ帰ってこんにゃくゼリーでも食べようと思います。日本のマンナンライフのこんにゃく畑でございます。ご視聴ありがとうございました。あのこれすみません、続編がありましてですね、あの昨日の夜食べられなかった牛角のあれですけれど、あの今日もう一度同じところ今歩いてるんですね、たまたま。だから牛角のあの安かったランチを食べてちょっと比較してみようと、あのタイの普通にタイ的な値段で売っている日本の牛角で出てくる食べ物とはいかなるものなのかということを最後に確認して終わりにしたいと思います。また来てしまった。そうですね、間違いなく時間もいいな。デラックスじゃないですか、結構良さそうですよね。緑茶は無料で立派なお手拭きもついています。こんな立派なお手拭きは他でタイで見たことがありません。こういうのあります？こういうのたまに出てきますけど、あるにはあるんだな。すごいな、240バーツだから700円と思えばいいですかね。そんぐらいですよね。これでさらに食後にフルーツまでつくんだそうです。昨日はあの肉一皿で3000円ぐらいしたんですけど、3000円2000円ぐらいか。これで、ね、700円ですから、ちょっと信じられない値段の違い。でも牛角の肉ですよね、多分これ、ね、同じですね。もう変わんないですよね。あ、これで終わりにしますけど、パーティーが始まるよ BNK48 って書いてありますけど、こんなんやってんですね。海外にもできたんだ、人気なんでしょう。これで終わりにします。ありがとうございました。